皆さんこんばんは。今ご紹介で預かりました国立がん研究センター中央病院の消化管内科の本間と申します。本日は夏休みの最中で、明日から3連休、そしてお盆前という、大変な多忙の時期に本当にご苦労様です。で、まず、今日私に与えられたテーマとしましては、小腸がんということで今日講義を進めていきたいと思います。で、今まで今回で、ミート・ザ・エキスパート第8回ということなんですけども、今まで第7回まで来ていた、希少がんというのは、結構研究者ベースで臨床試験が行われていて、それなりに、標準治療というものがちゃんと決まっていたりするんですけども、この小腸がんというものは、今までそのランダム化比較試験というですね、科学的根拠をしっかりしたような試験というのが一つも行われていなくて、本当に希少がん中の希少がんの一つとなっています。で、その中でもやっぱり実際の目の前に困っている患者さんは大勢おられますので、そこを、あるデータをしっかり集めて、治療方針を決めてご提供しているというのが実情になるということを、まず最初にご理解いただきたいと思います。始めていきます。ちなみに、ここにレアキャンサーセンターのロゴというのが最近できまして、今回発表していいということになりましたので、ここに載せてあります。まず小腸がんなんですけども、まず小腸ってどこですかっていうところから、結構皆さん疑問に持たれる方が多いかと思います。小腸と言いますと、ちょっとこちらで矢印で指しますけども、胃から十二指腸っていうところに行きまして、十二指腸のここにトライズ靭帯っていう構造物があるんですけども、そこを越えたところから十二指腸が終わって、前半部分の小腸を腔腸で、後半部分のところを回腸と言います。で、小腸がんというと、この十二指腸と腔腸と回腸、そこにできている、悪性腫瘍のことを、大雑把に小腸がんということになります。で、まず小腸の悪性腫瘍はなぜ他のところに比べて少ないのかという疑問をよく患者さんに、ご質問いただきます。で、そもそも小腸の悪性腫瘍がなんでできるのかというところも、結構原因が分かってないところが実際にございます。で、まず一つの、小腸に悪性腫瘍ができない理由としましては、ここに書いてあります通り、小腸はですね、胃と大腸というものの間に存在していて、でもあんまりその手前に大腸とか、胃がありますので、外界からのウイルスとかですね、物質とかのその刺激が少ないところですね、結構守られているところなんですね。なので、そういう刺激が少ないところなので、なかなか悪性腫瘍とかですね、変なものが出てこないんじゃないかと、そういうふうに考えられていますけども、実際のところはちょっと分かってないところは実際に多いです。で、小腸の悪性腫瘍というものがどのくらいいるのかというところなんですけども、残念ながらちょっと本邦ではあまりしっかりしたデータはなくてですね、ここに書いてある2013年のアメリカの、シアデータベースというところからの報告ではですね、小腸悪性腫瘍、すべての悪性腫瘍を含めて年間発生率が、男性で10万人に対し2.61人、女性で10万人に対して1.77人ということになります。で、皆さんご存知の通り、希少がんの定義としましては、年間の発症率が6人未満、10万人に対して6人未満というのが、希少がんの定義ですので、小腸の悪性腫瘍すべてを集めたとしても、希少がん、小腸悪性腫瘍自体が希少がんであると言えます。で、小腸の悪性腫瘍って一言に言いましても、1種類ではありません。で、小腸の悪性腫瘍っていうのもかなりいろいろなものがあります。で、この後グラフで示すんですけども、小腸にできる悪性腫瘍の主なものは、ここの4つが代表的なものです。で、一番多いものが神経内分泌腫瘍、言い方によってはカルチノイドとかとも言われる腫瘍、これが一番頻度的に多いとされています。で、本日のお話は、この小腸腺がんといって、小腸そのものの粘膜から出てくる、上皮系の悪性腫瘍というものを今回のテーマにしてますけども、2番目がこの小腸腺がんというものになります。で、小腸の腫瘍を見た時に絶対見逃してはいけないものは、悪性リンパ腫、リンパ腫というものは抗がん剤とかでかなり効果が高くてですね、抗がん剤で今日消えたりするようなものですので、ここを見逃してはいけない。で、その他に肉腫、筋肉とか脂肪、粘膜の下のところから出てくる、腫瘍になりますけども、そこが、小腸から出てくることもあります。
まあ、ご理解としては、まず小腸の悪性腫瘍が見ても、全部小腸がんって一括りではなくて、まあ、それぞれちょっと対処法が違う腫瘍がいろいろ出てくるんだということをご理解ください。で、ここら辺を全部話してると時間がいくらあっても足りませんので、神経内分泌腫瘍は次の第9回、森実先生にお願いしていますので、そちらの方をちょっとご覧いただきたいと思います。で、悪性リンパ腫は来年血液腫瘍のところがあるということで、そちらにちょっとお任せしたいですし、まあ、肉腫ではジストであれば第2回の西田先生の講演をご覧になっていただいたり、第3回の河合先生で、肉腫というところを、チェックしていただければと思います。で、今、いろいろタイプがあるということなんですけども、まあ、小腸悪性腫瘍の動向が今どうなっているかというところを、お示しします。これアメリカのデータなんですけども、左が男性で、右が女性で、上が人種別で、下が組織型別と、まあ、どの悪性腫瘍かを書いてあるんですけども、まず左上と右上を見ていただきますと、小腸の悪性腫瘍、まあ、人種別のところを見ましても、緩やかに右肩上がりになっているのがちょっと見て取れるかと思います。で、全体的に小腸悪性腫瘍というものは少しずつ増えてきているということが、見て取れます。で、さらに下の方が先ほど言ったいろんなタイプのがんがありますよというところなんですけども、で、上から頻度の高いところを示しているんですけども、一番上のブルーのラインが、神経内分泌腫瘍、カルチノイドと言われるものです。で、こちらと、その下の、まあ、神経内分泌腫瘍とカルチノイドちょっと微妙に違うところがあるんですけども、この神経内分このブルーと緑のところは同じ腫瘍のタイプだと思ってください。で、これが右肩上がりにちょっと増えていると。で、3番目に来ている赤いアデノカルジローマというのが、今日のお話の小腸腺がんというものになります。こちらはアメリカのデータでは、まあ、横ばいというところになっています。で、その下に、リンフォーマ、リンパ腫ですね、リンパ腫とか、肉腫というものがだんだん頻度が少なくなっているという、そういう順位になっています。なので、小腸の悪性腫瘍が増えているというところの、まあ、大まかな内訳としては、神経内分泌腫瘍というものが増えてきているという理解でよろしいかと思います。今日の本題である小腸腺がんですね、についてちょっとお話を進めていきます。で、小腸腺がんの定義としましては、先ほど言った小腸といわれる十二指腸と空腸の開腸の粘膜から発生する腺がんという定義になります。で、細かいところを言うと、中1に書いてありますように、十二指腸には、ファーターニュートーというものがあります。で、それは肝臓からの胆汁とか、膵臓からの膵液っていうところが分泌されるところなんですけども、そこの出口から出てくる十二指腸がんっていうものがあります。で、こちらは発生学的に胆管がんっていうものに近いところにあるので、今回の小腸腺がんとはちょっと別個に考えなきゃいけない腫瘍ということになっています。で、また、当院の患者さんの相談とかに来られる方のお話をしますと、たまに胃がんとか大腸がんがですね、もともとあって、それの、再発病巣が小腸に絡みついていて、まあ、それが、まあ、胃も大腸も腺がんというものなんですけども、それが取られてきて小腸腺がんだということをたまに相談に来られる方がいるんですけども、それは全く別物と考えなきゃいけなくて、まあ、こういう病態は、まあ、胃がんとか大腸がんの腹膜の転移というものになりますので、小腸腺がんとは言わないということを最初にちょっとご理解いただければと思います。で、次に年間発症率なんですけども、さっき1とか2っていうのが見えたんですけども、この2番目に多い小腸腺がんの割合でいうと、10万人に対し0.22から0.57と、まあ、非常に少ない頻度であるということが見て取れます。で、リスク因子としましては、いろいろなものがあります。で、大きく3つ分けて、炎症性腸疾患というものと、遺伝性疾患と、消化管の吸収障害というものがあります。で、一番小腸腺がんのリスクと言われるのが、クローン病と言われる自己免疫性疾患で、腸に、まあ、炎症慢性的な炎症が起こるような病態があるんですけども、これがリスクで一番大きいものと言われています。で、似たような病態に潰瘍性大腸炎というものがありますけども、まあ、こちらもリスクに上がっています。で、次に遺伝性疾患としましては、まあ、家族性の大腸腺腫症といわれですね、まあ、小腸から大腸にかけて、まあ、ポリープが多発してしまう病態とかですね、
とはポリープはできないんですけども、まあ、遺伝性大腸がん、まあ、リンチ症候群だなと最近も言われてますけども、まあ、そういうものを背景として出てくるものもあるとされています。でセリアック病といわれるその栄養の吸収障害とかがある人からも出てくるとか言われています。まあ、何が言いたいかと言いますと、まあ、小腸といっても、まあ、こういうリスクがなくて出てくる方も結構いらっしゃるんですけども、まあ、こういう炎症から出てくるものとか遺伝ポリープから出てくるものとか、まあ、ちょっと粘膜の異常から出てくる、まあ、結構多彩なものの集合体だというふうに理解していただければと思います。次に症状ですね。この小腸腺がんというものはどういう症状で発見されるのかというところですけども、まあ、小さい時ですとあまり物が食べれないとかですね、出血するとかそういうトラブルは少ないんですけども、まあ、病初期はほぼ無症状であることが多いです。で、十二指腸であればちょっとカメラでちらっと覗けるところに幸いあれば検診とかで発見されることがあるんですけども、まあ、通常十二指腸の奥とかですね、小腸の方まで通常のカメラは届きませんので、まあ、大体その検診で発見されるということは結構珍しい指標になります。ということになりますと、まあ、大半の患者さんがやっぱり腫瘍がかなり大きくなってきて腫瘍が崩れて出血するとか、食べ物の通り道が完全に詰まってしまって腸閉塞とか、まあ、吐いてゲーゲー吐いてしまうとかですね、まあ、そういう症状を契機に発見されるということが多いんです。となりますと、まあ、必然的にかなり進行した状況で発見されるということがとても多い腫瘍なんですね。で、まあ、そういうことで今まで来てるんですけども、まあ、最近では左下に書いてあるカプセル内視鏡というものがまあ保険収載されて、まあ、こういうものでこう試しにがんがないかということでまあ飲んでいただいてたまたま見つかるということが今後ちょっと増えてくるかもしれないというふうに思っています。で、カプセル内視鏡は万能ではありません。で、基本的にはがんの、診療というものはですね、やっぱり悪性腫瘍を疑ってそこのがんの組織を取ってさっきの4種類とか、まあ、他にもありますけども、そのうちのどれかっていうものをちゃんと考えなきゃいけないですね。なのでカプセル内視鏡は見つけることはできるんですけども、その組織の診断というものには結びつかないっていうことがちょっと弱点としてあります。で、そういう時のために、まあ、デバイスとして右下に書いてあるダブルバルーン内視鏡といってですね、まあ、通常奥の方まで内視鏡を入れていくとだんだんくにゃくにゃ曲がって腰がなくて進んでいかなくなるんですけども、まあ、そこにこう先に風船みたいなのが2つついてあって、それを膨らましたりへこましたりしてシャクトリムシのように奥の方に進めていくと、そういうデバイスもありますので、まあ、幸い、口からもうちょっと奥のところに組織が見つかるような場合には、そのがんが見つかる場合には、まあ、こういうものを使って組織を採取したりとかもできます。で、まあ、こういうものでなかなか採取が難しいという時には、まあ、実際にお腹を開けてみてですね、腫瘍を取ってとかそういうところで検査をする必要があるというのが、まあ、小腸の悪性腫瘍の特徴です。で、あとは小腸がんってステージの分類ってあるんですかっていう疑問もよく質問にいただきます。で、日本の小腸がんの規約というものは存在しません。で、TMN 分類っていうですね、まあ、UICC とか AJCC というアメリカの組織から出されている分類というのは小腸がんでもしっかりあります。で、このように今スライドに示しているように分けられているんですけども、ちょっと前の方に失礼します。で、がんのステージっていうのはこのがんの大きさとか深さっていうのが一つ T 分類っていうのがあって、で、近くのリンパ節っていうところに何個とかどんだけ広がっているかっていうので N 分類というところで分類されます。で、まあ、基本的にはいろんながんの分類があるんですけども、小腸がんを見ると、まあ、こう下に行けば行くほどこれは腫瘍が大きくて奥の方まで入り込んでるってことなんですけども、まあ、ここまで行っても一番深いところまで行ってもステージが2の B でとどまってるっていうのが分かるかと思います。で、小腸がんの場合はこの腫瘍が大きくて深く入るっていうところよりもこの N ですね、リンパ節の転移が何個あるかというところで結構予後がだんだん悪くなってくるというところで、まあ、腫瘍の大きさよりもリンパ節にどのくらいいってるかというところが問題になるというステージングであるというふうにちょっと考えていただければいいかと思います。で、ここから、小腸腺がんの治療具体的なところについてちょっと話を進めてまいります。
で、まずこの小腸腺がんというものを考えるときに、まあ、このがんとしてこれはどういう特徴を持つんであろうというところをまずちょっと考えています。で、小腸は先ほど言ったように胃と大腸に挟まれている臓器で、まあ、胃がんというものも腺がんというタイプですし、大腸がんも腺がんというものです。で、同じ食物の通り道で上も下も腺がんということで小腸も腺がんなので、おそらく胃がん大腸がんどっちかに近い特性を持っているだろうということが推測されると思います。ではこの小腸腺がんというものが、まあ、胃がんと大腸がんどちらに近いでしょうかというところを、ね、ちょっと参考になるデータがありますのでちょっとお示しします。で、まず病理学的、まあ、その取ったものを顕微鏡で見るんですけども、その細胞の形とかですね、細胞免疫染色といってその腺がんの中でもどういう特性を持った腫瘍なのかということを調べることができるんですけども、まあ、共通点としては胃がんよりも大腸がんにちょっと共通点が小腸がん多いということがよく言われています。で、下が、ちょっと難しいんですけども、がん細胞の染色体のコピー数異常というものがあるんですけども、まあ、これはもともと生まれ持った染色体ではなくてがん細胞の染色体の異常パターンを見てるんですけども、でちょっと難しいですね、左上が大腸がんで、ここの染色体が1番からこう22番まであるんですけども、でここが大腸がんのパターンで、こちらが胃がんのパターンなんですけども、で下が小腸がんなんですけども、小腸がんをこうざーっと見てみると、ちょっとよく見れば見るほど分かんないかもしれないんですけど、遠くから見たらなんとなく大腸がんに近いような上がり下がりが、まあ、見られるということがあって、この論文の中では、まあ、胃がんよりも大腸がんとのちょっと共通性がちょっと高いということが示唆されています。ということで、まあ、大腸がんにちょっと近いというふうな、まあ、生物科学的なアプローチというのをちょっとお示ししたつもりです。で、次にこの小腸腺がんの治療のガイドラインというものがあるかどうかというお話なんですけども、日本とかヨーロッパのガイドラインで小腸腺がんについて言及しているものはありません。で、唯一参考になるものとしては、アメリカから出されているという NCCN ガイドライン、まあ、結構腫瘍内科の先生とかここを結構重視したりとかですね、そういうふうに見るんですけども、まあ、ここにですね、これ大腸がんのガイドラインなんですけども、大腸がんのガイドラインのここの赤いところがあるんですが、そこにちょろっと小腸腺がんのことが書かれています。で、ここに書いてあることを書いたのがこの上の青字なんですけども、小腸腺がんには、この結腸がんのガイドラインに、まあ、従ったというか準拠した化学療法を行って良いかもしれないという一言が書かれています。なので手術とかそういうところに関しては全く書かれていない。化学療法をやるときは大腸がんに従ってみたらいいかもねという、そういうすごい曖昧な言い方をされています。これじゃ参考にならないんじゃないかと皆さん思うんですけども、まあ、どうしてこういう書きぶりになっているかというのを次からちょっと説明していこうかと思います。で、まず基本的な小腸腺がんの基本方針なんですけども、ステージごとには基本方針が変わっていきます。で、標準治療でもないんですけども、まあ、他のがんを真似してですね、まず最初の粘膜内がんという、まあ、がん その発症のそのものの時は、まあ、内視鏡で十二指腸とかであれば削り取って治療を終わることができる、まあ、小腸のちょっと内視鏡治療というのはなかなか届かなくて難しいところがあるんですけども、まあ、内視鏡治療で切除できるものは取ると。で、こちらの、まあ、がんがその小腸とその近傍にとどまっているというものに関しましては、まあ、全身に広がっていないという考えを持って、まあ、切除を可能であれば、まあ、しっかり外科的な手術で取っていくと。で、下の方にちょっとはみ出しているのは他の臓器に浸潤って噛みついているような、まあ、がんも含まれるんですけども、まあ、小腸から噛みつく場合には例えば大腸に噛みついたりお隣の小腸に噛みついたりとかって、まあ、技術的には結構ちゃんと取れるというものも一部含まれていますので、まあ、取れるものはちゃんと取ってくるという方針でやることが多いです。で、ただなかなか大事な例えば大きな血管とかに噛みついて、まあ、一番下のところの切除不能というところですね、取りたくてもしっかり取ることができないとか、あとは右の方の、まあ、遠隔転移と言われるところですけども、まあ、すでに肝臓とか他の遠いところの臓器の方に飛んでしまっていたり、あとは1回取って治ったと思ってるんだけどもそれがまた再発してくる、
まあ、そういう場合には結構全身に広がる病態というふうに考えられるので、その場合に勧められるのは化学療法による、まあ、病気をしっかり抑えていくという病状制御というものが基本方針となっていきます。で、この小腸がんの今後のまあ治療開発とかですね、治療方針をちょっと理解してもらうために、まずは最初にこの切除不能と転移再発っていうところからデータをちょっとお示ししたいと思います。で、まあ、私は腫瘍内科なんですけども、まあ、がんに携わっている先生が、まあ、どういうことを考えて、まあ、普段診療に当たっているかっていうのをちょっとご理解いただこうと思ってこのスライドを作ったんですけども、まず、まあ、切除不能っていうところがなかなか患者さんにご理解が難しいところみたいなんですけども、かなり大きな腫瘍っていうのは、まあ、腫瘍がこう育ってきますとですね、まあ、この発生した部位から、まあ、このリンパ管とか血管、まあ、組織の深いところにはこういうものがいっぱい走っていて、まあ、がん細胞はこういうふうにもう血管とかリンパ管に入ってしまうんですね。で、それで多臓器の方に転移をしてしまうと、そういうふうな流れなんですけども、で、実際に転移があるとか再発してしまったという病態とか、あと切除もできないぐらい大きな腫瘍というのは、もうすでにこのリンパ管とか血管というところにミクロのがん細胞がもう入り込んでしまっている可能性が非常に高いというところなので、まあ、そこを無理くり、まあ、技術的に取れるからといって、まあ、取りに行くことっていうのがあまり患者さんのためにならない、大変な思いをして取っても、その後その常に飛んでしまったがんの種がまた芽吹いてきてしまって。まあ、頑張って取ったんだけども痛い思いしただけでまた治療を頑張らなきゃいけないと、まあ、そういうことになってしまうことが非常に多い病態として、この切除不能と転移と再発っていうものを僕らは捉えています。なのでこういう病態の方に対しては、この画像では捉えられないですね、この細胞レベルでの転移っていうものがあると考えて、まあ、見えてる、実際に画像で見えてる病変と、その目、人間の目にはなかなか見えない細胞、そこまで含めて、まあ、全てしっかり治療していかなきゃいけないと、そういうふうに考えて全身への治療が必要と考えるので、まあ、無理くり手術をするんじゃなくてしっかり抗がん剤をやっていきましょうと、そういうことを考えて患者さんにいつもお話をしているつもりでいます。なのでこういう病態の方には全身に行く治療としての化学療法というものが治療の主役になってくると。で、その化学療法がしっかりできるように、ただ抗がん剤を漫然とするのではなくて、まあ、症状の緩和治療で、まあ、患者さんが困っている症状というのは、まあ、副作用も一つですね。副作用のそこの対策をしっかりしていくとか、まあ、がんによる痛みとか苦痛をしっかり取っていく。で、時に例えば出血をしたり痛みがあまりひどい時とかは、まあ、手術をやったり放射線というものをかけたりとかしてですね、まあ、根本的な治療はならないんだけども、患者さんがちゃんと抗がん剤を続けられるようにサポートしながらやっていくと、というのが化学療法の考え方になります。じゃあ次にちょっと具体的に抗がん剤の内容について入っていきます。で、先ほど NCCN ガイドラインにも書いてあったんですけども、まあ、大腸がんに使う抗がん剤を真似しましょうみたいなことが書いてありました。で、現在大腸がんに使うお薬っていうのは、ここに丸1から丸7まで書いてありますけども、4種類の一般的なこの殺細胞性抗がん剤って、まあ、いわゆるそのがん細胞とか周りの細胞のその分裂の早いところの、まあ、DNA に作用するような、まあ、お薬を使って進行を止めるというのは殺細胞性抗がん剤なんですけども、それが4種類で、またがんの、まあ、アキレス腱みたいなところを狙うような分子標的薬っていうのがあるんですけども、まあ、大腸がんにもここの5番、6番、7番といった、まあ、お薬があります。で、大腸がんの場合はですね、まあ、三者併用療法というのが一番最初に使うんですけども、一番丸一にあるフローロピリミジン、まあ、名前で言うと 5FU とかカペシタビンとか S1 という薬なんですけども、それプラス、オキサリプラチンもしくはイリノテカンというお薬を加えて、さらに分子標的薬のうちの5番と6番のベバシズマブ、セツキシマブといったようなお薬をの1種類をかます、まあ、そういう三者併用療法が基本であるんですね。で、実際にじゃあ、全部準拠しましょうみたいなことが書いてあるんですけども、この全ての大腸がんの治療方針に従って小腸がんを治療するというのは本当に正しいのかということを、ちょっと少ないデータの中からちょっと考えていきたいと思います。で、ちょっと歴史を紐解くみたいな感じになっちゃうんですけども、
小腸腺がんのデータをですね、ちょっと片っ端から集めてみますと、1980年ぐらいからちょっとデータがあります。で、左上に書いてあるんですけど、アメリカから出ているもので、1984年のキャンサーという雑誌に載ってるんですけども、これが多分自分が調べる範囲の一番古いところかなと思うんですけど、こちら臨床試験ではなくて、5FU というフローロピリミジンというお薬を使って、治療した場合どのくらいの効果が得られるのかというデータなんですけども、このフローロピリミジンを使って、走行割合というのは下に書いてあるんですけども、代表的なその病変の和がですね、3割ぐらい小さくなった、結構一般の方が見てもぐーっと小さくなるようなですね、そういう良い効果が得られる人が大体7%ぐらいしかいないということが分かっています。で、世界で多分初めての臨床試験っていうのが、左下の、5FU とトキソルビシンとマイトマイシンっていうやつなんですけども、でそもそも昔この時代はですね、大腸がんよりも胃がんの治療というのが結構進んでいた背景がありまして、この 5FU とトキソルビシンとマイトマイシンというのが、胃がんに結構使われてた時期に、やられたデータになります。で、これを見てみますと、18%、がんがぐっと小さくなる人が18%しかいないということで、ちょっと頼りない治療のイメージを持たれるかと思います。で、右にある、イリノテカンとシスプラチンという治療なんですけども、これうちのデータで国立がんセンター中央病院の消化管内科で出しているデータなんですけども、この時胃がんに臨床試験というのをやっておりまして、その時にいい治療じゃないかと思われてたものが、このイリノテカンシスプラチンってやつなんですけども、これをちょっと小腸がんに応用してみたんですが、走行割合が 12.5% で、無増悪生存期間中央値というのが下に書いてあるんですけども、約半数の患者さんが治療無効となってしまうまでの期間なので、この治療をやっても半分の患者さんが4ヶ月5ヶ月で効果がなくなって、がんがまた大きくなってしまうというところになります。で、これをパッと見ていただいて、皆様ちょっと残念そうな顔がちょっと伺えるんですけども、やっぱり効果の高いとはちょっと言い切れない、言い難いちょっと治療かなと思います。で、そこで2000年代に入ってきてですね、胃がんの治療があまり効かないという背景があって、ここで少し大腸がんの治療の応用というのが始まっていきます。で、先ほど示した小腸がんは大腸がんに近いというデータが2000年代から出てきていますので、そういう背景もあって、こういうふうな治療のシフトが行われてきています。で、ここでまず画期的だったのが、一番上のアメリカの MD アンダーソンというところから出てきたデータなんですけども、これは臨床試験で、カペシタビン、プロールーラシルの一つですね、とオキサリプラチン療法、この併用療法をやったところですね、先ほどは頑張っても10%ちょいだったんですけども、そこで走行割合というのが 50%、 半数の患者さんがぐっと小さくなるということがデータと出てきまして、世界の一流雑誌であるジャーナル、JCO という雑誌に出されて、結構インパクトがあったという背景があります。で、半分の患者さんがどのくらいまで効果が持続するかというところも、11.3 ヶ月と今までないぐらい結構いいデータが出てきたんですね。で、ただしやっぱりこのデータもですね、30名ぐらいでしかやられていなくて、30名だったらたまたまこのぐらいいい成績が出たんじゃないかっていう、懸念も持たれるんですけども、その後に出てきた中国と日本のデータで、やってるものとしては、 5FU とロイコボリンとオキサリプラチン、フォルフォックスっていうんですけども、このやってることは基本的にカペシタビンとオキサリプラチンと同じと考えていただいていいんですけども、それをやったところの走行割合が中国では 48.5% で、日本のデータとしては 45% っていうのが出てきてですね、この3つの試験で大体同じような数字を叩き出しているというところがあって、真実に近いであろうというふうに考えられています。で、あとは大腸がんにいろんな治療法があるんですけども、で、それぞれの治療法について、どれが一番いいんであろうかといったのがこちらの、ページになります。で、こちらは早急的検討といいまして、前向きに臨床試験でこうやってたデータではなくて、いろんな治療をした人を後からデータを集めて、まとめたという形になってますけども、で、上のが、フランスの AGO という団体から出されたところですね。で、大腸がんに使う、5FU ロイコボリンと、そこにオキサリプラチンというものを加えたもので、大腸がんにオキサリプラチンと同じぐらい有効であると言われている、イリノテカンというお薬ですね。
あとはオキサリプラチナと同じプラチナ系なんですけども、シスプラチンというものを加えた場合、この4つでどれが一番いいかというのを出してきています。で走行割合を見るとですね、小さくなる割合としてはオキサリプラチンやシスプラチンとかプラチナを入れた方がデータが走行割合で縮小する可能性がちょっと高いと、割合が高くなってくるということが出されています。でただその治療の走行期間というものを見てみますと、 5FU しか入ってなくても 7.7 ヶ月なんですけども、オキサリプラチンを入れて 6.9 ヶ月で、イルノテカンも6ヶ月で、シスプラチンを入れると 4.8 ヶ月と、特に4番のシスプラチンを併用したところで、短期的な効果は高いんですけども、結局あまり長く効果が持続できないという、こういうデータが出てきています。これはちょっとなんか変だなという感じを取られるかと思います。で同じような検討ですね、こちら私もちょっと携わらせていただいた検討なんですけども、日本から同じような検討をやった場合にはですね、やはりプラチナを入れた方が、走行割合というのは高いんですけども、先ほどのフランスと同じくですね、シスプラチンというものを入れたら、やはりこの無造薬生存期間中央値が悪いというところは共通していて、オキサリプラチンのものが日本では一番良いということになっています。でこれと先ほど のアメリカの前向き試験の結果を見ると、やはりその走行割合という縮小割合に関しても、この治療が長く効いているという観点からしてもですね、オキサリプラチンというものを使った方がよかろうというふうに考えられています。で、やっぱりそこでとどまらずにですね、さらにいい治療がないかということもやっぱり検討はされています。で次の2010年代に入りますと、三剤併用療法というのが検討されまして、でこちらどちらもアメリカから出ているデータなんですけども、一つが大腸がんでやられているカペシタビンとオキサリプラチンに、さらにベバシズマブという血管新生阻害薬、分子標的薬を加える治療というのが行われているんですけども、先ほどカペシタビンとオキサリプラチンで走行割合が 50% で、無造薬生存期間が 11.7% 11.7 ヶ月というふうなものがありましたけども、このやつと比べても、ちょっと少数例なんで比較するのはまずいかもしれないんですけども、この数字を見ても特に効果が強まってるなっていう印象はあまり持たれないかと思います。でこの論文の中でも、いろんな統計設定をしてやってるんですけども、これやった実際にやった先生のお話を聞いてもですね、これをやっぱり患者さんに使ってもらうっていうのはちょっとなかなか前例に使うというデータではないよねというふうなお話をですね、伺うことができています。でさらにですね、その下のもう一個の臨床試験なんですけども、最近大腸がんとかですね、あと膵臓がんでもこのカペシタビンフローラシルとオキサリプラチンにイリノテカンというものを加えた三剤併用療法というものがよくやられています。で大腸がんとかではかなり効果が結構短期的に縮小効果も高いですし、その治療の走行期間も長くなっているというデータが出てきているんですけども、こちらの症状がんに関しては、そこの走行割合を見ても 37.5% と、むしろちょっと下がり目になってきているんですね。やっぱりちょっと副作用がなかなかきつくて、しっかり重要なオキサリプラチンとかがちゃんと入ってないんじゃないかと、そういうところがちょっと推測としてあるんですけども、三剤併用療法どうもあまり芳しくないデータがちょっと並んでいるというのが最近のちょっと流れになってきています。でここをちょっとまとめますと、やはりフローロピリミジンとオキサリプラチンってこの2剤で治療するのが、現時点の小腸がんの患者さんの、一次化学療法、最初に導入する化学療法としては最も効果が高くて、副作用とのバランスもいいんじゃないかということで、ランダム化比較試験というのは得られてないんですけども、みなし標準治療という立ち位置で全世界的に認知されているという状況です。いやこのオキサリプラチンというお薬をベースとした治療がもし効かなくなってしまった場合にどうするのかというところなんですけども、大腸がんのこのさっき7個並べたんですけども、1番2番を使ってしまって耐性が出てきてしまった、で5番のベバシズマブというのはあまり上乗せ効果がなかったということで、使わないとなりますと、
入りの手管とか残ってるんですけども、入りの手管は先ほど示したように、ちょっと一次療法で使ったとしても、ちょっと効果が乏しい、効く人は一定割合いるんですけども、自信を持ってちょっとご提示できるような、ちょっと選択肢ではないというふうになってきます。で、その他の分子標的薬とかですね、4番のトリフルリジン、チビラシルというお薬に関しては、結構大腸がんでも比較的新しい薬なんですね。で、パニツンマブというお薬に関しては、今、MD アンダーソンのところで臨床試験というのが実施中なんですけども、そのデータを待たなきゃいけないし、比較的新しい4番とか7番のお薬に関しては、まだ小腸がんには全然データがないというところで、患者さんにとって、本当に恩恵があるかどうかも分かっていないというのが現状だと思います。で、その他、四角に囲んであるところなんですけども、その他の薬剤として、今、臨床試験が進行中のものが、ナブパクリタキセルという、アブラキサンというお薬なんですけども、これをアメリカでやっていたりとかですね、あとは皆さん結構注目してるんじゃないかと思うんですけど、ペンブロリズマブ、アベルマブと言われる、免疫チェックポイント阻害薬というものが小腸がんに効くかどうかという試験も今、パイロット的にといいますか、試験としてやられているというところです。で、今までのこの経過を見てみるとですね、小腸がんと、大腸がんの治療を真似するっていうふうには書いてあるんですけども、小腸がんと大腸がんやっぱりちょっと違うものであると、こう治療効果に関しても。なので、やっぱり小腸腺がんは大腸がんに真似るだけじゃなくて、小腸がん独自のやっぱり治療開発が必要なんじゃないかというふうに、全世界的にちょっと考えられています。で、この新しい治療を考えるときにはですね、最近、遺伝子変異解析というものが技術的にできるようになってきました。これは残念ながらまだ実地臨床といいますか、日常診療ではですね、保険が効いてなくて、まだ患者さんのもとには届かないところなんですけども、ヨーロッパとかアメリカの方からですね、この小腸腺がんの組織を使った遺伝子変異解析というのもやられていて、これをもとに、新しい治療標的がないかとかいう検討がなされたりとか、今後、こういうデータをどんどん出していってですね、新しい治療をちょっと見出していくっていう努力が必要かなと思っています。で、ここは最近出てきたところでちょっとポイントを示しますけども、これは MD アンダーソンというところから出てきたやつで、ちょっと小さくて恐縮なんですけども、こちら胃がんと大腸がんと小腸がんっていうものを、こう遺伝子変異の起こっている頻度っていうのをこう横バーで示してるんですけども、一番左の A というところだと、一番黒い上のバーが小腸がんで、真ん中のやつが、大腸がんですね。で、白が、胃がんになってるんですけども、この遺伝子変異のこのパターンというか頻度を見ても、やはりぴったり大腸がんと一致してないなっていうのが見て取れるかと思います。で、次の真ん中のバーのところは、この B ってやつですね。こちらは十二指腸がんと小腸がんが同じか似てるかどうかっていうのを示してるんですけども、どうもやっぱり一部のところを見ると、十二指腸がんにこう飛び出てるところとかがあったりして、十二指腸がんと、今のところは全部小腸がんってまとめてるんですけども、そこを本当に同じにしていいのかっていうところも、ちょっとここで疑問が呈されるところかと思います。で、あと一番右のバーのところなんですけども、こちらは炎症性腸疾患っていうものから出てきてるものと、そうでないものっていうのを見てるんですけども、やはり炎症としを背景として出てくるものと、それ以外のものでも、ちょっと遺伝子変異のこの、なんていうんですかね、そのステータスというか状態っていうのが、ちょっと違うということが見ていますので、こういうところですね、もしかしたら小腸がんは1個でやるんではなくて、こう何個か細分化して、ちょっと治療開発もしていかなきゃいけないんじゃないかというふうに考えられています。で、最後に、切除可能小腸がんの治療ということで、少しお話をさせていただきます。で、まず、さっき、一番小さいもので、粘膜切除、内視鏡で取れるものに関しては内視鏡で取りましょうと。先ほど言ったように小腸がん、小腸の方まで行ってしまうとだいぶ多くなので、粘膜切除が難しいんですけども、十二指腸、胃のちょっと奥ぐらいのところであれば、胃がんとかのように、この粘膜内がんに対して、この EMR、ESD という粘膜剥離術というもので、治療することが可能かと思います。で、粘膜がんであればそれで治療が完了できることが多いんですけども、実際粘膜よりもうちょっと下の筋肉に近い粘膜下層というところまで入ってきますと、
ある一定の割合でリンパ節、周りのリンパ節への転移というのが起こしてきますので、まあ、大腸がんでも胃がんでもそうですけども、やっぱりその時はもともとの病気のところと、その周りにあるリンパ節ですね、飛びやすいリンパ節を含めた手術というものがやっぱり望ましいとされています。で、小腸がんの場合ですね、ちょっと難しいのが、胃がんとかの場合ですとですね、血管の、リンパ節っていうのは血管の走行に沿ってこう存在するんですけども、まあ、胃がんとか大腸がんの場合は大体血管の走行っていうのが決まってるので、ここまでのリンパ節を取ればいいっていう、それを定型的な手術の方法っていうのが決まってるんですけども、まあ、小腸がんと言いますと、まあ、十二指腸がんといっても、例えばここの十二指腸の入り口にあるものとか、ここにあるものとか、ここにあるもので、取る範囲が全然ちょっと違ってきます。で、特に小腸なんていうと非常に長い臓器ですので、ここにできたものとここにできたものとここにできたもので、まあ、取る範囲とか、まあ、実際的に手術をするときには血管を、まあ、切って取ってくるんですけども、あんまり大きく取りすぎると血流が悪くなってつながらないとかですね、そういう小問題も出てきますので、定型的な手術っていうのが存在しないんですね。なので今どういうふうに手術をしているかというと、まあ、その腸管にあるがんとですね、その周囲の、まあ、リンパ節を下級的に取ってくるということが、まあ、小腸がんの、まあ、手術として、まあ、主に、まあ、普通日常診療でやられている方法になっていまして、まあ、何て言いますか、その大きく取りたくても取れないとかですね、そういうちょっとジレンマもあるような仕様だと思っていただければと思います。で、こちらが私と当院の研修医のところで、昨年のアスコ GI というですね、アメリカの学会に出させていただいたデータなんですけども、で、こちらは、国立がん研究センター中央病院で20年間ですね、まあ、手術治療を受けて、まあ、完全に切除されたと。で、その後の術後治療というのが、まあ、なしのもののデータなんですけども、まあ、20年で56人いたわけですね。で、その人たちのちょっとデータをちょっと出してみました。で、こちらに5年の無再発生存割合って書いてあるんですけども、無再発生存割合っていうのは、まあ、再発しないでお元気で過ごされているデータだと思ってもらえばと思います。で、ここにあるこのステージ1、まあ、ステージ1と言いましても粘膜がんは含まれていなくて、手術をしなきゃいけないちょっと深めに入ったステージ1なんですけども、で、ここのところがステージ1にもかかわらず、まあ、80.8%、まあ、2割ぐらいの人が再発してしまっているという読み取りができます。で、ステージ 2A になると 85.8%、2B だと 77.8%、で、3A、3B になると、まあ、51.6、3B になると20.8と、まあ、こういうデータが出ました。で、先ほどステージ TMN 分類というのも出しましたけども、ステージを見てもがんの深さですね、がんの深さのところは、まあ、1、2の、まあ、小さいものの方が、まあ、予後がいいですけども、3、4が重なっている、まあ、それよりもやはりリンパ節の転移が同化によって、だいぶ再発率が変わってくるとか読み取れて、まあ、やはり先ほどの TMN 分類のステージっていうのがちゃんと的を得てるんだろうなというふうに思います。で、今回のこの小腸がんのデータがどのくらいの立ち位置にいるのかっていうところをちょっと出してみたのが、下の胃がんと大腸がんと並べてみたやつなんですけども、で、これもちょっとバラバラのデータなんですけども、で、大腸がんも胃がんもステージ1っていうのがあまり、この無再発生存割合っていうのがデータがあまりないんですけども、これは国立がんセンター腸病院の胃外科と大腸外科のデータを使わせていただいて載せています。で、胃がんのステージ2、3、3B というものは胃がんの術後化学療法の、まあ、標準治療をやったもののデータを載せているというところです。で、結腸がんのところは、2A、2B、2C というのが大腸外科のデータで、3A、3B、3C というのが臨床試験から取ってきたデータですけども、まあ、こう並べてみますと、まあ、このステージ1となると、まあ、胃がん、大腸がんではもう9割以上治ってしまうというところですのに、ステージ1でも80.8という小腸がんのところはやはり悪いと。これはまあ、ひとえにやはり小腸腺がんというものがあまり予後がよろしい病気ではないということを表しているデータかと考えています。で、こういうものですので、やっぱり取った後に、まあ、
大方ものがやっぱりさや、進行して見つかる病気ですので、やはり再発というものが非常にやっぱり問題となってくるんですね。で、そうなると再発を防ぐ治療というものをちょっと考えなければいけないということになります。で、術後治療の成績というのがどうあるか、手術だけでなくてそこに対して何か治療を加えると再発が防げるかどうかというのを検討したものなんですけども、これは全然ちゃんとしたデータではなくて、先行的検討といって後付けでこう調べてみたデータで、それぞれのアメリカとかですね、韓国とかの単施設、1つの施設で出してきたデータしかありません。で、これを見ても、術後の治療の内容に関しても一定のものをやってるんではなくて、抗がん剤をしたり、放射線をやったり、放射線と抗がん剤を組み合わせたりとか、こういういろいろなもの、雑多なものをやってるんですけども、で、それぞれの報告を見てみても、なかなか再発抑制効果とかですね、患者さんが実際に長く元気でいられるっていうところを、示唆するようなデータというのは出てきていないというのが現状になります。なので、今のところは手術の後に、その術後治療というのをやること自体があまり根拠がないということになっています。もしかしたら抗がん剤を良かれと思ってやっても患者さんに副作用ばかり与えてしまっていいことがないかもしれないというのが現在の考え方になっています。で、だけどそれではいけませんので、やはりちゃんと臨床試験というものをやってデータを出していかなきゃいけない、なんとか患者さんの治る確率を高めるということを考えていかなきゃいけないと、やはり私も思いますし、全世界でもそういうふうに思っている先生方がちゃんといらっしゃいます。で、現在ですね、ヨーロッパを中心にやられている、臨床試験というのが一つあります。ここに書いてあるバラード試験というんですけども、ここは、ここにある、IRCI といって、インターナショナルレアキャンサーイニシアチブスっていうところなんですけども、希少がんの治療開発ですね、なかなか進まないところを、なんとかみんなで力を合わせて進めようという、コンソーシアム、団体みたいなものなんですけども、そこが一つ、希少がんとして、この小腸がんの治療開発が遅れてるってことを、問題にして、立ち上げた試験というふうに考えてもらえればと思います。で、ちょっと英語で恐縮なんですけども、この試験はですね、手術を要するような小腸がんで、きれいに取れた人に再発予防効果がちゃんとあるかどうかっていうのを見た試験になります。見る試験です。今これ計画じゃなくて進行中の試験になります。で、この試験に入っていただきますと、基本的に今の標準治療っていうか、妥当な治療っていうのは手術だけっていうのが妥当な治療になってくるんですね。で、そこに対して下のが術後治療で、ここは術後治療になるんですけども、1対1の割合で標準治療である手術単独と術後治療を入れるというところに患者さんが割り付けられて、ここのクエスチョンとしては、術後化学療法をやることが効果があるかっていうのを見るっていう目的で、ここのランダム化っていうのが行われています。で、さらに、抗がん剤をやるとなった場合に、フロロピリミジン単独っていうのが上なんですけども、で、フローロピリミジン単独と、先ほど言った切除不能のところで一番良いとされているフローロピリミジンとオキサリプラチンというものを加える、要は一番最強というかですね、一番効果の高いであろうというものを入れるのがいいんじゃないかというところが推測としてありますので、この2回目のランダム化ではオキサリプラチンというものを加えてやること自体が上乗せ効果があるかということを見ている試験ことになります。ちょっと難しいかもしれないです。で、ここに、日本でも J-COG という臨床試験団体がありまして、私が、ですね、お手伝いをさせていただいて、J バラード試験というものを、今年の5月から始めました。で、日本では、僕らの考えとしては、小腸がんというのはフローロピリミジン1剤ではなかなか太刀打ちできない腫瘍だと思っていて、しっかりやる、しっかり治す効果の高いものとしては、やっぱりオキサリプラチンとお薬を入れた方がいいだろうと考えて、この試験では患者さんに入っていただいたら、1対1の割合で手術単独の方と、で、カポクセという、カペシタビンとオキサリプラチンですね、ここを半年間やるっていうもの、どちらがいいかという、こういう単純がシンプルなデザインにして、どちらの治療がいいのかということをしっかり検証していこうという試験になります。
で、小腸がんに関しましては、実は今、保険適用となっているお薬が、小腸がんという病名がついているお薬が一つもないんですね。で、これは日本だけの問題ではなくて、海外も適応症として小腸がんというものが書いてあるものはないというところなんです。で、日本は保険診療科にやりますので、まあ、こういう試験をやるとなると、まあ、ちょっとこのお薬とかをですね、手に入れる手段というのを考えなきゃいけないと。で、今回の試験の時には、このカペシタビンとオキサリプラチンというものを製薬会社さんから提供していただいて、で、それを、まあ、未承認の薬と保険診療で例えば CT 取ったり採血するっていうのは混合診療に当たるんですけども、まあ、そういうのを、まあ、例外的に認めていただく方法の一つとして先進医療っていうものがあります。で、その先進医療というものにしっかり申請を行いまして、まあ、国の許可を得てですね、混合診療をやりながらやるということをちょっと時間をかけて立ち上げさせていただいて、でやっと今年からできるようになりました。で、今回ミート・ザ・エキスパート、オンコロさんに入っていただいてますけども、今週の月曜日ですかね、でこのオンコロのホームページにこの試験情報も載せていただくことができました。で、オンコロさんに非常にこの右下にあるような可愛いようなロゴを作ってもらいましてですね、皆さん、Facebook とかホームページからご覧になることもできます。で、興味のある方はぜひこちらに入っていただいて、詳しいところを見てもらえればと思います。で、あと、宣伝ですけども、希少がんセンターのホームページがありまして、そこの小腸がんというところにいろいろな皆さんの役に立つ情報を載せておりますので、まあ、興味のある方は見ていただければと思います。で、最後にまとめになります。で、まずステージ、小腸腺がんはですね、すべてのステージにおいて、まあ、ランダム化比較試験という、まあ、科学的根拠にしっかりしているものが、まあ、確立されていない、標準治療が定まっていないがんであるということをまずご理解いただきたいと思います。で、その中で、まあ、いろんなデータをかき集めた判断としましては、まあ、一番最初に切除不能と切除、切除不能と転移再発と、判断された場合には、まあ、フローロピリミジンとオキサリプラチンというものを優先的に使っていただくというのが望ましいと。で、しかし、まあ、二次化学療法、それが効かなくなった後の治療に関してはまだ定まっておりませんので、ここの治療開発に期待が寄せられるというか、まあ、ちょっといろいろ頑張っていかなきゃいけないところだと思っています。で、切除は幸いですね、その切除を可能なステージで発見された場合には、まあ、やっぱり再発抑制というのが非常に重要になってきまして、まあ、現在、小腸腺がんでは世界初の試みであるですね、このランダム化試験、このバラード試験とか、J 国の 1502C 試験というものが始まっておりますので、まあ、こういうものをしっかりですね、進めていって、小腸がん患者さんの皆様のためになるようなですね、データをちゃんと蓄積していきたいと考えています。以上です。ありがとうございました。